といいとこ見てみたい。ここは思い出酒場。ここには思い出をつまみに酒を飲みに毎晩客がやってくる。人には忘れたい思い出、苦く忘れたい思い出、忘れていた思い出や、また甘酸っぱく忘れられない思い出があるもんだ。私はここのマスター、名前はない。さあ今日はどんな思い出がグラスに注がれるのだろうか。おっと、お客さんだ、いらっしゃい。ここは初めてですか？ええ、初めて来ました。あの、思い出酒場と書いてあるカバンに興味を惹かれてやってきたものです。まあどうぞどうぞ、こちらのカウンターへ。狭い店内ですけどね、まあゆっくりしていって。薄暗い店内の中にマスターが一人、バーカウンターにはグラスが一つだけ置かれていて、他には何もない。なんだかやばそうなところに来てしまったな、内心心の中でそう思っていると、マスターはこう続けてくるのです。お客様、つかぬことをお伺いしますが、お仕事は？急にプライベートな質問をしてきた。どうしよう。ばても嘘つけないし、今は中学の音楽教師をしています。音楽ですか、いいですね。私も音楽は好きですよ。いつもあの頃に連れてってくれる最高のタイムマシンですよね。でもお客さんはどうして音楽の教師になろうと思ったんですか？またプライベートなことを聞いてくる。どうしよう。でも嘘はついちゃいけないって、そうあの頃おじさんに教えてもらった。だから嘘はつけない。あのごくり、僕は小さい頃にハーモニカを教えてくれたおじさんがいたんです。そのおじさんに、音楽はいいぞ、音楽はあの頃に連れてってくれる最高のタイムマシーンだから、お前は絶対音楽をやめるんじゃないぞ、そう言われたんです。だからその夢を追いかけていたら、いつの間にか音楽の教師になってしまっていたんです。ああそうなんですね。それはとてもいいおじさまに出会いました。ちなみにそのおじさまは何の音楽をされていたんですか？あ、そのおじさまはいつも夕方の3時になると近所の公園の空き地の土管の上でハーモニカを吹いていたんです。いつも自転車に乗りながらハーモニカを奏でてやってくるんで、僕はそのおじさんのことを自転車おじさんって呼んでたんだ。ああなるほど、自転車おじさんね。とてもユニークなおじさんに出会いましたね。でどうしてそのおじさんのお話を今しようとしてくれたんですか？いや、それは僕は今中学で音楽の教師をしているんですけども、やっぱり思春期の子供たちに音楽を教えるってとても難しくて、ちょっと悩んでるところもあるんですよね。わかりますよ、その気持ち。私にも年頃の娘が2人いましてね、いつも帰ると毛嫌いをされて、まあそういったところも可愛いななんて思ったりしているんですが。ああそうなんですね。でも僕は音楽の教師になったものの、全くピアノも弾けなくって、で唯一やっていた自転車おじさんから教えてもらったハーモニカももう20年以上演奏していなくて、このままで音楽の教師やっていけるのかなっていう不安があるんですよね。その頃の楽しかったハモニカおじさんとの思い出が今もたまに夢で見るんですよね。そうですか、なるほどね。じゃあこうしましょう。今日のカクテルを一杯私からサービスします。あ、ありがとうございます。なんか話に花が咲いちゃって、お飲み物頼むの忘れていました。いえいえ、いいんですよ。ではあなたにはこのカクテルを差し上げましょう。カランコロンカラン。はい、
どうぞ。何ですかこの青色のような深い緑のようなこの色のカクテルは。これはですね、あのメロディーをもう一度カクテルです。あのメロディーをもう一度。そう言ったマスターはおもむろにポケットからハモニカを取り出したのでした。なんだかどこかで聞いたことのあるメロディーだ。そうです、覚えていますか。え、あの時毎日3時土管の上でハモニカを吹いていたあのメロディーですよ。ええ、おじさんもしかして。そうだよ福蔵くん。あ、なんで僕の名前を。そんなこと忘れるわけないじゃないか。君にハモニカを教えたのはこの私だ。え、じゃああの自転車おじさんっていうのは。そうだよ私だ。私がハモニカ福之助だ。ああ、おじさんの名前って福之助って言うんだ。僕は福蔵でおじさんは福之助で。そうだよ、あの日ハモニカを吹くために生まれてきたと教えてあげたじゃないか。だから君ももう一度あのハモニカを取り出して今の教え子たちに聞かせてあげなさい。あのメロディーをもう一度。ここは思い出酒場、思い出を持参の上に皆様のお越しをお待ちしております。ラストな、ちょっといいとこ見て見て。ナイグロウはい、ということでですね、今月から唐突に始まりました、山下拓郎の思い出酒場という即興劇コーナーをお送りいたしました。すごい、即興やったんですか今のは。即興劇でお届けをしました。ね、ちょっと なんかほろりとこう泣ける感じがね。すごい、 ありがとうございます。まあ、ハモニカ福蔵くんね、福蔵くんが中学校の教師になったんですけど、まあ、そのきっかけはそのたまたま、ね、訪れたバーのマスターハモニカ福之助さんっていう、ね、まあ、いいじゃない。けど福蔵くんは何も楽器ができないけど音楽教師してるそうなんですよ。すごい謎設定がまあそれは、即興芝居ですからね。即興ですから、まあそういうとこも、まあ、含めてこう楽しんでいただけたら。毎月やるの。毎月やろうかなと思ってるんですけど。長い長いいやいや、もう最後、僕は。ここは思い出酒場。人には忘れていた思い出、苦く忘れたい思い出、また甘酸っぱく忘れられない思い出があるものだ。ここはそんな思い出をつまみに酒を飲む酒場。さあ今日はどんな思い出がグラスに注がれるのだろうか。おっと、お客さんだ。いらっしゃい。おお、福助おじさん、今日は友達を連れてきたんだよ。おいおい福助、おじさんはやめなさいと何度も言ってるだろ。ここではマスターと呼ぶ約束だろ。あ、いっけね、ついつい癖で。マスター、今日はね友達を連れてきたんだよ。そうかそうか、
一体福助にはどんな友達がいるんだろうね。また私を困らせるようなお客じゃないだろうね。そんなことはないよ。とっても素敵な女性なんだ。さあ入って。こんばんは。いらっしゃい。ね、素敵でしょマスター。昨日たまたま懐かしくなって昔マスターに、あ、福蔵おじさんにハーモニカを教えてもらった河原でハーモニカを吹いてたんだ。そしたら彼女に出会ったんだ。おお、そうだったのか。昨日出会ったばかりの。一体どんな出会いだったんだい。それはね、素敵なハーモニカですね。どうも。そこにはしばらく履き込んだスニーカーにジーンズ、薄手のロングコートにストールを巻いたショートヘアの女性がいた。シルバーのママチャリのカゴからは大根やネギ、ごぼうなどが顔を見せている。年は僕と同じぐらいに見えるが、なんとも庶民的な印象だ。優しそうな目で微笑んでいる。左の頬のエクボがチャーミングな女性だ。ごめんなさい、急に声をかけたからびっくりしましたよね。いや別にそんなことはないですよ。どうして声をかけたんですか。私小さい頃からハーモニカの音色が大好きで、でも厳しい母の影響でハーモニカを吹かせてもらえなかったんだけれどね、どこかで聞いたことのあるような懐かしいハーモニカの音色が大好きで、小学校の頃友達が吹いてるのを指をくわえて見てたのよ。ああそうなんだね。僕も小学校の頃にハーモニカを近所のおじさんが教えてくれて好きになったんだ。ここはそのおじさんが教えてくれた場所で、たまに懐かしくなってここでハーモニカを吹くんだ。福助はそうやって目を輝かせて答えた。ふふふ、面白い人ですね。そう言うと彼女はママチャリのスタンドをガチャンと下ろし、彼の横に座った。私モニカっていうの、よろしくね。あ、モニカちゃん、よろしく。僕は福助って言うんだ。よろしくね。でもところでモニカって名前ハーフなの。いえ、父が好きだったハーモニカから名前をもらったのよ。私が生まれた頃にはもういなかったけれどね、顔も名前も知らないの。母のお腹の中にいる時によくハーモニカを聴いていたそうよ。だからなんだかハーモニカの音色が懐かしくて好きなの。そうだったんだ。でも素敵な名前だね。うん、ありがとう。でもね、お母さんがいつも言ってたの。そう、私がお父さんを知らないことを聞いた時にね、人生は何が起こるかわからないけれど、いつも D が教えてくれる。そうお母さんが言ってたの。何の意味かわからないんだけれども、なんだかおまじないのような気がして。だから私は父を知らないけれど全然いいのよ。そうだったんだ。ごめんね、なんかそんなことを言わせてしまって。あ、そうだ。明日の夜、時間ある？ある場所に連れて行きたいんだけど。あ、ごめん、いっけねえ。俺ったら、まだ知り合ったばっかりなのに急にこんなこと言って。いいんだ、全然気にしなくて。いえ、違うの。明日なら大丈夫よ。ただ、こんな風に男性に誘われたことが、なかったものだからちょっとびっくりして。あ、そうだったの。まあ実は僕もこんな風に女性を誘ったのは初めてだったんだ。そうだったのね。あ、それは嬉しいわ。じゃあ明日この近くの思い出酒場って場所で会おう。なるほど、そんな素敵な出会いをしたんだね福助。いや、まあそう福助は顔をあからめて微笑んで答えた。ところで彼女は今日はどんなカクテルをお飲みになりますか。そうですね、普段私イッコモンとか黒霧ぐらいしか飲まないので、どんなカクテルがあるか全然知らないんです。そう言うとモニカは左の頬のエクボを見せながら微笑んだ。
お若いのになかなか渋い趣味をされていますね。私そういう女性好きですよ。まあ以前離婚した妻がいつも飲んでいましたね。一個もんとか黒霧島。あ、そうだったんですね。すいません、そんなことを言わせてしまって。いやいやいや、いいんですよ。ここはそういった思い出も含めて酒を飲むところですから。私の妻も左の方のエクボが可愛い、そんな女性でしたよ。まだ小さな女の子がお腹にいたんですけどね。まあ訳があって別れてしまったんですが。そうだったんですね。じゃあ娘さんも知らないんですか？そうだね、今頃どこでどんな風になっているかもわからないね。まあそれも仕方ないことだったんだ。人生何が起こるかわからないけれど、いつも全ては D が教えてくれる。マスターにもそんな過去があったんだね。知らなかったや。でもその D が教えてくれるってモニカちゃんも言ってたよね。え、君はモニカって名前なのかい？あ、はい、私はモニカっていう名前で、そのハーモニカから名前をもらったってお母さんが、でその D が教えてくれるって私のお母さんも小さい時よく言ってたわ。そう、人生は何が起こるかわからないけれど、いつも D が教えてくれ。え、どういうこと？モニカちゃん、え、何それ？いや、モニカちゃん、いや、モニカ、君のお父さんは私だよ。え、マスター、いや、何を言ってるかわからない。そのモニカ、君のその左の方のエクボはお母さんにそっくりだ。そして私の話を聞いているときによく眉毛を触る癖、全く妻と同じだ。大きくなったね、モニカ。え、あなたが私のお父さんだったの？じゃあその D が教えてくれるっていう意味をあなたは知っているの？そうだよ、モニカ。その D が教えてくれるというのは D のキーのブルースハープのことだ。その D のキーのブルースハープの奏でる音色、それが人生のすべてを救ってくれる。いつもブルースハープが教えてくれるんだ。モニカ、いいかい、今日君に送るお父さんからのカクテルはこれだよ。カラン。グラスの中にハーモニカが入ってる。しかも D って書いてある。そう、君の名前モニカが生まれたこのハーモニカ、 D のハーモニカのカクテル、その名も私がお父さんで君がモニカだ。ここは思い出酒場、皆様の思い出を持参の上お待ちしております。それではまた次回。ここは思い出酒場、人には忘れていた思い出、苦く忘れたい思い出、また甘酸っぱい忘れられない思い出があるもんだ。ここはそんな思い出をつまみに酒を飲む酒場。さあ今日はどんな思い出がグラスに注がれるのでしょうか。おっと、お客さんだ。いらっしゃい。お客様、今日は何をご注文されますか？ん？何抜かしとんえ？お？忘れたんかい、わしを。どちらさんでしょうか？ほんまに忘れた言うんかい？わえ、寝言も休み休み言わんかい？そう言うと男は一枚の紙切れをカウンターに差し出した。おい、もう忘れたんかい？いつになったら払ってくれるんかい？もう一年も賃料溜まっとること知らんとは言えさへんがい。
ですからその件はもうお互い水に流した話じゃないですか。今夜の客はひときわ面倒だ。ああ確かにそうやえけどな、あの子と一緒に住んでるいう話を耳に挟んだんやえ。福蔵はんよ、さぞかし幸せやろな、20年ぶりに実の娘と生活できてな。なんでそれを知っているんですか。わしらが知らへん情報なんてあらへんえ。そもそもこうなったのも自分の責任やないかえ。売れへんハーモニカ吹きやったさかいに世間から家族はバカにされてたんやえ。ほんで嫁はんと娘逃げられて養育費いるから言うてわしらに借金作って、違うかえい。その話はもうやめてくれ、頼むやめてくれ。金は必ず返しますから。今は大切な娘とお二人で幸せに暮らしてるんです。自分の過ちを許して受け入れてくれたのは唯一娘だけなんです。だからこれからは娘のためにし、ごちゃごちゃうるさい。福蔵はん、あんたなんも分かってへんえ。一個だけ教えといたるわ。あんたの娘のモニカがなんであんたんとこ偶然戻ってきたか分かるか。それはな、モニカはわしらの一味やねんえ。なんだって。それは一体どういうことなんだ。あんたが嫁はんと離婚した後、わしらは偶然モニカを見つけたんや。たった5歳にして八百屋でせっせと働いとったとこだ。ほんでわしが声かけたんや。お嬢ちゃん、おじさんとこで働くかいって。そしたら一言うなずいて簡単についてきよったわ。さぞかしい父親が恋しかったやろうな。冗談やめてくれ。冗談をやめてくれ。まあまあまあ福蔵はん、その後のこと言うたな、すぐわしらの仕事を一から教えたったら、まあ覚えの早いこと抜群のセンスで大きい仕事も難なくこなしてくれて、わしらのカンパニーはモニカのおかげでここまで大きなったんや。わかるかい。あんたの娘は悪に身を打ったんや。あんたが売れへんハーモニカ吹きやったことが原因でな。なんだってハーモニカ吹きながら、お父ちゃん、お父ちゃん、モニカ、お父ちゃん、ハハハ、キャー、モニカ、大きくなったらパパと結婚するんだ。あ、モニカ、嬉しいよ、お父さん、嬉しいよ。次回、娘モニカを救え、悪の組織ダークスコーピオン VS ハモニカ福蔵。ここは思い出酒場。人には忘れていた思い出、苦く忘れたい思い出、また甘酸っぱく忘れられない思い出があるもんだ。ここはそんな思い出をつまみに酒を飲む酒場だ。さあ今日はどんな思い出がグラスに注がれるのだろうか。おっと、お客さんだ。カランコランカランコラン、いらっしゃい。お客様、今日は何をご注文されますか。ん？何を抜かしたんや？おい、忘れたんかい。お客様、どちら様でしょうか。え？まだそんなこと言ってるのかい？もう一回出直すから、最初からやってくれ。カランコロンカラン。いらっしゃい。マスター、大変なんだ。モニカちゃんと河原であのメロディーをもう一度練習しようって言ってからもう1ヶ月も連絡がないんだ。電話も繋がらないし、マスターなら知ってるかと思って。お、どうした福助、そんなに慌てて。なんだって。まあでも1ヶ月に連絡がない。
まあ仕方ない、この放送は月に1回と決まっているからな。モニカと会えるのも月に1回ってわけだ。まあそれはそうと、ちょっとモニカに電話かけてみるよ。うん、プルルルプルルプルルプル。こちらは留守番電話サービスです。ピーという発信音の後、おかしいな。ね、マスター繋がらないでしょ。カランコロンカランコロン。あ、いらっしゃい。 お一人ですか。おいおい、とぼけるんじゃねえよ。忘れてるかい。俺はダークスコーピオンの毒の尻サソリだな。サソリ、先月はうちのフライドスコーピオジュニアが世話になったそうだな。あいつじゃ話にならねえ。おめえさんの娘は我々ダークスコーピオンが預かっている。もし返してほしければ家賃の滞納金1000万円と土地の権利書、そしてカクテルのレシピを渡すんだな、サソリ。ぬ、毒の水サソリだ。一体何なんだ。次から次へと、家賃は必ず払うと言った。しかし土地の権利書は渡せない。それになぜカクテルのレシピが必要なんだ。まだそんなこと言ってるのかい。おとなしく渡してくれりゃモニカを返してやると言っているのに、聞き分けが悪いのだ、サソリ。なぜカクテルのレシピが必要かって、それはな、お前の元妻であるハモニカ絹枝、いや今は人類最強殺戮兵器スコーピオン D 絹枝1号、こいつの記憶が我々の未来に重要な役割を果たすのだ、サソリ。お前との思い出のカクテルのレシピをそれさえ知ることができれば、スコーピオン D 絹枝は世界を征服するために指導するのだ、サソリ。おっと、本当のことを言ってしまったのだ、サソリ。なんだって、絹枝がそんなことになっていたとは。あなた、ご飯よ。ああ、わかってる。もう少し。もう、本当に私とハモニカ、どっちが大切なの？それは、キヌエさ。もう、ほら、早く食べて、食べて。うんうん、わかったよ。うんうん。うまいな。やっぱり、キヌエの作るボルシチは最高だな。よし、じゃあ今日は特別に最近覚えたカクテルを作ってあげよう。え？いつの間にそんなことができるようになってたの？あなたがハモニカと私以外を触ってるとこなんて初めて見たわ。おいおい、それは言い過ぎだぞ。ねえ、そしてどんなカクテルなの？それはだね、これさ、シャカ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 。わあ、すごい。本当にこんなの作れるようになってたんだね。透き通るスカイブルーのような、いや青く澄み渡るスカイブルーの、いや、なんて形容していいか、私の語彙力では。いやいや、いいんだよ絹枝。いつもハモニカばかり聞かせてばっかりだったからな。せめてうちの中だけでもおしゃれなバーになったらと思ってさ。いや、最高だね。あなたって本当にロマンチストね、福蔵さん。で、このカクテルの名前はなんていうの？それはね、ダメだ、カクテルのレシピだけは教えられない。それをすれば絹枝が指導し、我々ともども世界が終わってしまうんだろう。ちっ、もう少しで聞き出せるところだったのにだ、サソリ。くそ、今日のところはこの辺で失礼するが、次回はもっと大変なことになるから覚悟しておくのだ、サソリ。これだけは言っておく、すべては D が教えてくれる。カランコロンカランコロン。マスター大丈夫なの？あの人だいぶヤバそうだったよ。ああそうだな。しかしこれは私が招いた結果であるから、ゆえに君や周りを巻き込むわけにはいかない。マスターでも今の毒の尻サソリだが言ってたこと、そういえば前にもモニカちゃんも同じこと言ってたよね。すべては D が教えてくれるって。あれ、もしかしてマスターがずっと使っている D のキーのハーモニカの意味と、もう一つの意味は
つまり福助、その D というのはダークスコーピオンの D であり、スコーピオン D 絹一号の D でもあるなの、あるのだとしたら、そう言いたいのかい？もしその可能性があるとしたら、これは全てを D が教えるっていうことは、これはまずいことになるぞ。今日はこれで閉店だ。福助、ちょっと手伝ってくれないか？うん、わかったよ、マスター。次回、愛のコラソン、福蔵、すべては D が教えてくれる。Por el amor de una mujer。ここは思い出酒場。人には忘れていた思い出、苦く忘れたい思い出、また甘酸っぱく忘れられない思い出があるものだ。ここはそんな思い出をつまみに酒を飲む酒場。さあ、今日はどんな思い出がグラスに注がれるのだろうか。いや、今日からは店を閉めなければいけない。なぜならダークスポーク、キネとモニカを救わねばならないからだ。いやー、やっと着いたな福助。1ヶ月もかかったな。そうだよマスター、この放送は月に1回と決まってるからね。それもしょうがない話なんだ。でもちょっと手伝ってって荷造りさせられたから、どこに行くかと思ったら、ここスペインじゃないか。なんでスペインに来たの？まあ、わけは後で話す。ここがキヌエやモニカを救える唯一の場所かもしれないんだ。え、そうなの？とにかくある人物に会って、あるものをもらわなければ話にならない。会わなければいけない人って一体どこにいるの？さあな、さっぱり見当もつかない。まあまあまあ、だがしかし、その人物は私の師匠でもある。そうか、マスターはバーテンダーやってるから、そのバーテンダーとかの師匠。いや違う、私が初めて聞いたハーモニカ奏者なんだ。ここスペインのマドリードは初めてキヌエと旅行に来た場所。なんでもキヌエが地球儀を回して指さして止まった場所に行こうと言い出してな。本当は私は天王寺動物園に行きたかったんだがね、止まった場所がここマドリードだったんだ。飛行機が高すぎるからといってマグロ漁船に乗り込んで行ったんだよ。なんだか素敵な話だね。まあまあまあ、そこでだ、ストリートライブをしている彼に会ったんだ。彼はその当時86歳ぐらいだった。もう25年も昔の話だから、もし生きていたとすれば111歳は超えているだろうな。111歳？ ああそうだ、だから一か八か彼に会えさえすれば全てが解決するかもしれない。でもどこにいるかもわからないのに、どうやって会うっていうの？そうだな、彼に初めて出会った場所に行ってみよう。わかった、僕もここまで来たんだ。どこまでもついていくよ。お、そう来なくっちゃ。着いたぞ、着いたぞ、ここだ。ここただの石畳の路上じゃない。ああそうだ、ここで彼に会ったんだ。彼はいつもここでハーモニカを吹いていた。なんだか懐かしい風が、気持ちがいい。よし、ちょっとここで俺もハーモニカをちょっと吹いてみよう。あのメロディーをもう一度。ああそうだ、彼がずっとここでこの曲を吹いていたんだ。その彼の話によると、彼のレパートリーはこの曲のみだった。たった一曲で人を笑顔にさせたり、ノスタルジックな気分や、まるでサッカーをしているようなエキサイティングな気持ち、嫉妬深い恋愛をしている女性のような気分にさせてくれたんだ。それを聞いて私もこのメロディーを今まで演奏し続けてきたんだ。
こんな奏者に私もいつかなりたいと思ってね。たった一曲？僕がマスターに教わった時と同じ感覚にさせてたんだ。ってことはやっぱりマスターもすごい人だったんだね。ありがとうよ。そんなに褒められても何も出ないぞ。この副長、副長、副長、あなたは副長。この曲を演奏する人間は全世界30億人を超えているが、こんなに引きつけられる演奏をしたのはお前さんが初めてだったよ。そしてまたその演奏を聴けて嬉しいよ。ドミンゴさん、また必ず帰ってくると信じていたよ。この人が師匠？うん、いかにも私がドミンゴオシェクレール。ドミンゴオシェクレール？ No. ドミンゴオシェクレール、ドミンゴオシェクレール。ちょ、いや、久しぶりさんに会えて嬉しいよ、副長。本当に僕も会えて嬉しいよ、師匠。はじめまして、僕は福助と言います。おう、はじめまして、福助君。やはりこの曲を吹けばあなたはいつもどこからともなく現れる。私は毎晩のようにあなたの夢を見ていましたよ。私も今では110歳になっちゃこの調理神もの境地、歯は役にあり爪は伸び放題、身寄りもみんないなくなっちまった。それは象徴、お前さんがここに来たということはまた何か困ったことでもあったようじゃな。そうなんです。うちの絹枝が、ああ、何も話さんでも分かってる。お前さんが探しに来たものはこれじゃろう。キラーン。おお、そうです。これです。何？あれは忘れもしない。副長と絹枝に初めて出会った日じゃ。お前さんたちは長口にゴムエプロンをしていた。いかにもマグロ漁船のクルーじゃったわ。お前さんたちは私の演奏を一言も発さず聞いていたよ。相当疲れ切った様子だったもんで、私は演奏を止めて家に連れてったんじゃよ。簡単な食事とワインをお前さんたちはむさぼり尽くしておったな。懐かしい。そして泊まる宿もないと言ったので、しばらく泊めてやることにしたんじゃ。副長はしっかり私の母堀家を気に入ってすぐに弟子入りしたいと言ってきたね。懐かしい。そして副長は不器用ながらもあのメロディーをもう一度何度も練習していたね。あまりに下手くそすぎてパエリアが一瞬で腐ってしまったこともあったわい。いやー、懐かしい。やめてくれよ、ドミンコさん。その話はもう、その後もずっと、絹枝にも言われ続けたんだから。やめてくれよ、もう。やめてくれよ。わしもあの時はびっくりしたよ。そしてしばらくして、わしはお前さんの絹枝に対する本当の愛のコラソンを知ったんじゃ。だから私は、お前ちゃんに亡き妻の形見だった指輪を渡したんじゃ。これで絹枝にプロポーズをしなさい。お前さんはすぐにプロポーズをして、私の目の前でお前さんたちは愛を誓ってくれた。実に嬉しかったよ。しかしお前さんたちがここを去る時に指輪を忘れて日本に帰ってしまった。それからというもの、私はちょっとに帰ってくるのを待っていたんじゃよ。ドミンゴさん、本当にあなたに会えて嬉しい。そしてこの指輪を持って帰ることで絹枝を、モニカを救えるかもしれない。本当に生きててくれてありがとう、ドミンゴさん。いいんじゃ。わしはこれを渡しただけでもう人生に恋はない。ドミンゴさん、必ずきっと絹枝を、そう、モニカを救ってやるのじゃぞ。そしてあのメロディーをもう一度聞かしてやるのじゃ。ドミンゴさん、分かった。
ありがとう。マスター、このドミンゴオシェクレールってもしかしてドミンゴオシェクレール、ドミンゴオシェクレール、ドミンゴが教えてくれる？ああそうなんだ、お前にはまだ話をしていなかったな。すべては D が教えてくれる。そう、彼の名前ドミンゴオシェクレールがこの由来のおまじないのようなものだったんだ。私とキヌエが愛のコラさんを目の前で誓った唯一の人物だからこそ、ドミンゴオシェクレールが全てを教えてくれる。だから全ては D が教えてくれる。そういうことなんだ。なんだって、この話伏線が多すぎるよ。いやー福助、いよいよ物語は佳境ってわけだ。さあ早くこれを持って帰って絹枝を救わなければ。いよいよ戦いの始まりだね。そうだ、これさえ渡せばモニカや店を、キヌエを守れるかもしれない。そしてキヌエを指導させずに済むかもしれない。こんなこともあろうかと、福蔵にサソリだと長期を仕掛けておいて正解だったのだ。サソリ、お前たちの思うようにはさせないのだ。サソリ、必ずキヌエ一号を指導させてやるのだ。サソリ、次回サソリだの巧妙な罠、ドミンゴの使徒キヌエの指導。ここは思い出酒場、人には忘れていた思い出、苦く忘れたい思い出、また甘酸っぱく忘れられない思い出があるものだ。ここはそんな思い出をつまみに酒を飲む酒場。さあ今日はどんな思い出がグラスに注がれるのだろうか。いや前回からのストーリーの展開ゆえ、本日もカクテルを注ぐことはない。本日の会はサソリダの巧妙な罠、ドミンゴの使徒キヌエの指導。それでは物語の始まり始まり。いやーやっと日本に帰ってきたな。本当だよマスター、まさか本当にマグロ漁船で帰ってくるとは思わなかったからね。まあ仕方がない、今は贅沢はできないんだ。それよりもこの指輪さえあればキヌエを指導させずに済むかもしれないからな。うん、早くサソリダのところへ行かなくちゃ。とは言ってもアジトの場所を知らないんだな。じゃあキヌエさんの場所もモニカちゃんの場所も知らないの？いかにも、いやはや全く俺としたことが。ちくしょう、もうマスターがそんなことだろうと思ってこれをゲットしたのさ。なんだこれは。スペインに行く前に店にサソリダが来たでしょ。あの時帰る時にサソリダのポケットからダークスコーピオン事務所地図って書いた紙があったんだ。だからこっそり抜いたんだ。いや抜いたのだサソリ。んなんだと、福助でかしたぞ。よし、じゃあこの地図を頼りに。よしよし、この地図を頼りに。んでこれ三軒隣の DS ビルじゃないか。なんで今まで気づかなかったんだ。 DS ってしかもダークスコーピオンの略称じゃないか。俺どうしたことが。本当だよマスター、もうしっかりしてよ、家族を救うでしょ。まあでもすぐに着いたから大丈夫だったね。よし、じゃあ早速事務所に乗り。あれはモニカちゃんじゃない？こっちに歩いてくるよ。何？モニカ？モニカ？本当か？本当だ。あれは本当にモニカだ。おいモニカ、どうした？何をしてるそんなところで。なぜ何も言わないんだモニカ。忍び寄る悪デスストーカー、今夜は君をデスストーカー。何を言ってる？サソリだサソリだ、サソリだサソリだ。
で、モニカちゃん、どうしたの？何言ってるの？様子がおかしいよ。ああ、今までのモニカではなくなってしまっている。きっとこれは何かダークスコーピオンにようやくここにたどり着いたのだ、サソリ。首を伸ばして待ってたのだ、サソリ。伸ばしすぎてサソリになるところだったのだ、サソリ。おっと、それを言うならキリンだったのだ、サソリ。で、出たな、毒の尻、サソリだ。もうお気づきだろうが、モニカはもうモニカではなくなっているのだ、サソリ。忍び寄る悪ですストーカー。これを聞いて、お前たちモニカがどうなったかわかるだろう。サソリだ、サソリだ。もう何を言ってもお前たちの言葉は通じないのだ、サソリ。しかしモニカにはやられたのだ、サソリ。ってきりダークスコーピオンに洗脳されていると思っていた我々、浅はかだったのだ、サソリ。キヌエ D1 号の指導実験に立ち会わせた途端、顔色を変えやがってコントロールルームを爆破しようとしたのだ、サソリ。もう少しのところでキヌエ D1 号が指導できなると、できなくなるところだったのだ、サソリ。だからこいつも同じようにモニカ D1 号にしてやったのだ、サソリ。シャ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 。なんだってこの、うわー、ビリ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 。マスター大丈夫？なんだこの電流は。おっと、言い忘れていたのだ、サソリ。これ以上こちらに近づこうとすると電流が流れる仕組みになっているのだ、サソリ。シャ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 。なんだってこれでは全く手も足も出ない。シャシャシャ。お前たちがいくら抵抗しようとしても無駄だということだ、サソリ。それにスペインまで行ってドミンゴから指輪を受け取ってももう無駄だということだ、サソリ。なぜそれを知っている、サソリだ。お前たちがスペインに行く前、お前さんたちに盗聴器を仕掛けていたことは秘密なのだ、サソリ。おっと、本当のことを言ってしまったのだ、サソリ。なんだって？俺たちの計画が全て無駄だったというわけか。マグロ漁船に1ヶ月も乗ったのに。残念だったね。もう少しだったね。シャ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 。仕掛けた盗聴器にドミンゴが気づいたから、もうすでにドミンゴは片付けておいたのだ、サソリ。なんだってドミンゴさんを。あ、これ以上お前たちの好きにはさせない。うわー、ビリ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 。うわー、シャ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 。何度やっても無駄だと言ってるのだ、サソリ。さあ指でも加えて、お前の実の娘とキヌエが、いや、モニカ D1 号とキヌエ D1 号が戦うところを見るのだ、サソリ。さぞ見ものだ、サソリ。シャ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 。くそー、なんてやつなんだ。そんなことはさせないよ。ああ、必ず何とかして止めてみせる。もう手遅れなのだ、サソリ。我々ダークスコーピオンは世界を征服するのだ、サソリ。聞くがよい、世界中に轟かせるサソリの歌を。シャ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 。行くぞ、サソリの歌。ブロンとスコルピオが我らの先祖。体長90センチ巨大なやつさ。捕らえた獲物は話はしない。毒が回ればイチコロさ。忍び寄る悪のデスストーカー。今夜は君をデスストーカー。サソリだ、サソリだ、サソリだ、サソリだ。世界征服ダークスコーピオンなのだ、サソリ。うしゃ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 。くそ、やめろ。もうお前たちの好きにはさせないのだ。さあ見るがよい、モニカ D1 号とキヌエ D1 号の戦いよだな、サソリ。うん、
そう、マスター、なんとかしてこの戦いを止めることは僕たちにできないのかな。くそ、俺も今必死に考えているんだが、なかなかいいアイデアが浮かばないんだ。そうだな。あ、そうだマスター、僕にいい考えがあるよ。この毒の尻サソリダの性格をうまく利用して、ゴニョ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 、ゴニョ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 、ゴニョゴニョ、よし福助、いいアイデアだ。その手でいこう。次回、福蔵無念、涙のエンゲージリングと愛の攻防戦、サソリダの失態、おっと本当のことを言ってしまったのだサソリ。クラストちょっと人が見てみたいじゃない。